これから体の疲労を軽減させるストレッチを紹介していきます。自宅でゆっくり時間をかけてできるストレッチを紹介していきます。これから胸を開くストレッチを行っていきます。まずは横になっていただきます。片方の膝は床につけていただき、手のひらを合わせます。このまま片方の手を反対の方に開いていきます。この時手を開いていく際に膝が離れてしまいやすいですので、しっかり床に膝をつけたまま手を開いていきます。これを5回やっていきます。では反対に移ります。まずは、正座をしていただき、片方の手を前につきます。もう片方の手は頭の上に持ってきていただきます。このまま体を外に開くように動かしていきます。この動きを5回やっていきます。反対も同じようにやっていきます。片方の手を前につき、頭の後ろに手をやり、同じように開いていきます。これも同じように5回行っていきます。膝を立てて上向きに寝ていただきます。片膝に足をかけていただき、その足を手で抱えて手前に引っ張っていきます。この状態でお尻のストレッチになっていますので、だいたい約30秒しっかりとストレッチをしていきましょう。では反対に移ります。反対も同じように足をかけていただき、手前に足を持ってくるように引っ張っていきます。同じように30秒ストレッチをしていきましょう。これから
脇を伸ばすストレッチをしていきます。まずは四つ這いになっていただき、右手を前に置きます。その右手の前に左手を置いていただき、ゆっくりとお尻を後ろに引いていきます。この時伸びる感じがもっと欲しい方は、左後ろの方に向かってお尻を下げていただくと、より伸びた感じがします。この姿勢でストレッチを30秒行いましょう。では反対に移ります。次は左手をついていただき、その左手の前に右手をつきます。このまま右後ろに向かってお尻を下げていきます。同じように30秒間ストレッチをしていきましょう。まずは片膝を立てていただきます。この状態から前にある足のしっかり前に体重をかけていただき、膝を曲げていきます。この時に体がかがまないようにしっかりと起こしてみてください。この状態を30秒キープしていきましょう。続いて反対も行きます。同じように片膝を立てていただき、体重を前に乗せていきながら膝を曲げていきましょう。ここも体が前かがみにならないようにしっかり体を起こした状態で行っていきます。